住友化学を退職した人たちからなる愛媛社友会による作品展が赤金ミュージアム2階新居浜市美術館市民ギャラリーで来月1日まで行われています。住友化学愛媛社友会は昭和33年住友化学を退職した70人によって結成され、それ以来会員の親睦と社会貢献を目的に活動しており、今では1200人もの会員がいます。毎年美術や工芸の分野で制作活動を行っている会員とその家族の作品展示を行っていて、今年も赤金ミュージアム2階新居浜市美術館市民ギャラリーを会場に開催しています。今年度の展示会は日本画や洋画、陶芸、写真、書道など9つの分野で1年間の成果を展示しており、作品数は100を超えています。また今年は海上保安庁とともに行った奉仕活動などのパネル展示もありました。どの作品も会員が芸術に魅力を感じ、没頭して制作活動に向き合っていることが伝わります。小物から大きなものまで、さまざまな表情の作品が来る人を迎えてくれます。平成29年度住友化学愛媛社友会作品展示会は来月1日まで赤金ミュージアム2階新居浜市美術館市民ギャラリーで開かれています。